月品源 GQ 月品源 GQ は長い延長軸を通してエンジンから離れた位置にある推進式プロペラを駆動する航空機の実用性を研究するために製造された実験機である。1937年にクラウディウスドルニエはスピードを増加させようとして航空機にエンジンとプロペラを追加するとより大きな効力をも発生させてしまうことに気づいた。彼は 増大する効力は二つ目のプロペラを機体の後部に配することにより最小限に抑えられると考えた。しかしながら機体後部に重量が偏るのを避けるためにエンジンは機体後部よりはるか前方に配置する必要があった。ドルニエはこのアイデアで特許を取り、これを評価するために実験機を発注した。実験機はドルニエドゥー17の縮小版として、 ウルリッヒヒュッター博士が設計し、シェンプヒルト社で製造された。この機体は全木製で主翼近くの胴体内部にヒルト HM60 エンジンを搭載しており、エンジン配置以外で唯一特徴的なのは胴体下の大きな尾翼であった。この尾翼には小さな車輪がついており、これが胴体後端に装着したプロッペラが離着陸時に地面と接触しないようにするのを助けていた。 この実験機 G9 には d i v i v という民間機の登録記号が付けられた。1941年6月に飛行テストが始まり、当初は栄光されて飛行していたが後に自力で離陸するようになった。G9 によりドルネのアイデアは実証され、彼は自身の本来の計画であった機体の前後にプロペラを備えた高性能の航空機の製造へと進み、 ドルニエドゥ335を製造した。G9 が最終的にどうなったかは不明。セリンガー、PE、セイグルフラグズージアフォームルフツームディスカス、モーターブッフバーラグ、シュトットガルト1989シェンプハース。ありがとうございます。